品ナの大町駅は、長野県大町市大町西シ町にある、東日本旅客鉄道大糸線の駅である。大町市の市街地にある、中心駅である。駅番号は23、報道1。事務官コ度は51万619。松本駅から連絡することで、東京と日本海とを連絡することを目指して1916年3月3日に。 創立総会を開催した私鉄の品野鉄道が1916年7月5日に松本駅に隣接する松本市駅までを結ぶ形で開業したのが始まりである。この鉄道建設にあたっては大町市役場が高瀬橋東詰めから大町駅までの線路用地すべてと1万5千円を寄付するなどの支援を行った。開業前は 大町から松本まで一泊二日必要とされていたことから、この開通は当地に大きな変化をもたらすことになった。しかし、当駅より先は地形などの関係で敷設が困難で、あることから延伸が進まない状況が続いていたところに、軍事上の必要性などから、国が当駅から糸井川駅を結ぶ路線を建設することになり、1929年9月25日に、 大糸南線として、当駅や名場駅間が開通することになった。大糸線の線名の由来は、この時の両端の駅名から一文字ずつ取ったものである。品野鉄道は、1926年1月8日に、全線電化して、旅客列車を電車化したが、1937年6月1日に、国有化され大糸南線に編入された。 1957年8月15日に、中土駅、小滝駅間が開通して、全線開通し、大井戸線と解消した。1959年7月17日には、当駅、品野四谷駅間を電化し、1960年9月には、松本駅当駅間の貨物列車も電化した。黒部トンネル開通翌日の1971年4月26日に、特急、 アズソの乗り入れを開始し、立山黒部アルペンルートが当駅を起点として1971年6月1日に開通した。1966年4月に名古屋発の急行、津賀池が季節列車として乗り入れを開始し、1982年11月15日のダイヤ改正で急行、津賀池が特急列車化されて特急、品野に統合された。しかし、 高齢化の進展などの影響も受けて利用者が減少したことから2010年3月13日に東駅始発の特急、あずさは廃止となった新聞1。この廃止の年には JR の新州デスティネーションキャンペーンに向けて駅舎を山小屋風に改装し、同年7月22日に式典を行って新装開業した報道2新聞2。 2014年11月22日に発生した長野県上白断層地震により白馬大池駅線国駅間の線路沿いの崖崩れに伴う土砂の流入や柳葉駅南上白駅間での路盤の液状化などの被害が出たため当駅糸井川駅間は23日まで運休した新聞3このうち24日に平岩駅糸井川駅間は本数を減らして 運行を再開し、25日には当駅、白馬駅間の運転を再開した、新聞4。そして同年12月7日に、白馬駅南小谷駅間の運転を再開し、大糸線の全線が復旧した、新聞5。特急列車を含む全列車が停車するほか、普通列車のほとんどが当駅を四十儀としている。当駅北は、輸送密度が大きく低下することから、 ほとんどの列車がワンマン運転となり、夜間大白もある、大糸線の要衝となる駅である。大糸線内では、起点の松本駅に次いで利用者数が多い。単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、合計2面3線のホームを有する地上駅、新聞6。駅舎に面する単式ホームが1番線、島式ホームが3.4番線となっている。二番線は、 ホームのない留置線である。互いのホームは、湖泉橋で連絡している。駅構内の外れに、蒸気機関車が、現役の頃に使用された、転車台が残っている。直営駅であり、管理駅として、細野駅、穴場駅間の各駅を管理している。駅舎内部には、緑の窓口、自動券売機、指定席券売機、自動改札機がある、新聞6。また、構内で、 コンビニエンスストア、駅そば店が営業を行っている。駅舎は2010年の改造により、屋根の形状などを変更して、山岳都市をイメージした山小屋風となった、報道に新聞に長野県産杉材を壁に利用している、報道に新聞7。駅の北側、5日町寄りの踏切のそばに、1937年に大糸線の前身である。 信濃鉄道が国有化された際に、そのことを記念して混流された石碑がある。東洋宝石大町工場と昭和電工大町工場へ続く専用線が存在していた。2020年現在でも本線と並走して昭和電工へ向かう専用線の跡が確認できる。1956年に開始された関西電力が黒部川第四ダムを建設時には、 資材約60万トンの輸送が必要となり、既存の路線と設備では対応困難として専用線が設置された。この専用線は北大町駅まで本線に並走しており、そこから大木沢までは道路を新設して運搬された。また、東信電機が高瀬川水系に発電所建設を行った際には、駅前から建設資材を運搬する東信電機鉄道が運行していた。 JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は1234人で、ある利用客数1。開業当初の5年間、当駅が当時の北安住郡内の駅では最大の乗降客数であった。近年の推移は以下の通りである。開業前後には、元々の旧市街地では9日町や上中町、下中町などが、 商業の中心として栄えていた。駅の開設に伴い、下中町から当駅までの道路が建設され、西名町にも飲食店などが並ぶ、商店街が形成された。アルピコ交通大町市民バス2000年4月1日運行開始詳細は、当該記事参照全路線休日と12月29日から1月3日、運休区津温泉乗り合いタクシー午後に3便のみの運行。 デマンド制。中央高速バスあずみの、白馬線爽やか新集合大阪、京都あずみの、白馬線、ウィラーエクスプレスジャンゲアムライナー、東日本旅客鉄道大糸線快速品の、時は駅品の大町駅快速品の大町駅、品の木崎駅普通南大町駅品の、大町駅,大町駅北大町駅報道発表資料、編集新聞記事、編集。ありがとうございます。